私のターン。ドロー。マリンセスブルータンを召喚。ブルータンの効果発動。敵からマリンセスシーホースを墓地に送る。リンク召喚。現れるリンク1。マリンセスブルースラッグ。ブルースラッグの効果、墓地のシーホースを手札に加える。さらにブルータンの効果、敵からカードを3枚めくり、その中からマリンセス1枚を手札に加える。私が手札に加えるのはクラウンテイル。そしてシーホースをブルースラッグのリンク先に特殊召喚する。リンク召喚。現れるリンク2。マリンセスコーラのアネモネ。コーラのアネモネの効果、墓地のブルースラッグをリンク先に特殊召喚する。さらにリンク召喚。現れるリンク3。マリンセスマーブルドロック。墓地のコーラガーネモネの効果発動、墓地のブルータンを手札に加える。そして墓地にあるシーホースの効果発動、このカードを除外してマリンセスのリンク先に手札のクラウンテールを特殊召喚。そしてさらにもう一度、輝け愛と絆のサーキット。召喚条件は水属性モンスター2体以上。母なる大海の深き青よ、我が手に集い、慈愛と浄化の力を与えよ。リンク召喚。現れろリンク4。マリンセスグレートバブルリーフ。リンク4。グレートバブルリーフ、ブルーメイデンの新たなエースモンスター。永続トラップ、マリンセスバブルサークルの効果、墓地のレベル5以上のマリンセスを除外して100のダメージを与える。リンク4の新しいエースモンスターを出して100のダメージって何のつもりだ。この瞬間、グレートバブルリーフの効果発動。フィールドまたは墓地からモンスターが除外された時、このカードの攻撃力はターン終了まで600アップする。なるほど、そのための100ダメージか。愛の残りライフは300だが、相手モンスターの攻撃を半減する効果を持つウォーターリバイアさんの攻撃力は2300。バトルで打ち勝つには攻撃力4600以上が必要。どうした、そんな攻撃力じゃ俺のモンスターは倒せないぜ。さらに墓地のティンダングルリターナーの効果発動。自身を手札に戻し、除外されたモンスター1体を墓地に戻す。私が墓地に戻すのはクラウンテイル。そして再び永続トラップ、バブルサークルの効果、私は墓地に戻ったクラウンテイルを再び除外し100のダメージを与える。愛のライフが200。ブルーメイデンは効果ダメージが得意なデュエリストだ。本当の狙いは効果ダメージでライフを削り切ることか。グレートバブルリーフの効果発動、攻撃力は600アップする。グレートバブルリーフのさらなる効果発動、手札のマリンセス1体を墓地に送り、除外されているクラウンテイルを特殊召喚する。